センター CLR どうしますかね、私。まあ、やっぱり今のご時世なので、オンラインなんだよね。まあ、今だとね、この後はどうかわからんけど、今や、まあ今すぐじゃないにしろ、直近でっていうと、ちょっとオンラインでやるしかないかな。まあスピーカーの話もあるしな、僕もなんか今喋るネタがあるかと言われると、あ、喋るネタというよりは喋りたいネタがあるかどうかというと、微妙なんだよな。自分、松井600じうん？ゃないんです。松井600って何やねん。個人的にやってるプロジェクトはまだ全然なんかこう喋れる段階にないし、どうしようかね。この間、2年ぐらい前か。うん。なんだっけ。ドットネット600だったっけ。あれの資料ってさ、結局完走してないわけじゃないですか。あれの資料というと、ああ、50 IL 通信ページのぐらい。こと？そう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 。ああ、まあ、乾燥してねえね。確かに。さあ、その続きをやれって。3分の1ぐらいで終わったよね、あれ。まあ、めちゃめちゃ走ったけど、後半4番に合わんかったけど。あれやると多分1日なんですよ。まあ、いや、それやるのは僕は全然構わないんだけど、まあ、あと、スピーカーどうやって集めようかなっていうのはあるよな。いや、これ一人じゃないの。一人じゃないの、それだった。いや、だから、僕のネタはそれで、僕が喋る分にはいいかもしれんけど、誰が何のネタをって、ない、鉄人が隠し種を持ってるとか、なんか、なんでそこで俺に振る。いや、だって、いや、言い出しっぺし。いや、僕らはほら、復一活視シ聴ル者。バーライトとか、シルバーライトのハックみたいな話はないの？さようならシルバーライトはあるかもしれない。さようならとか言ってフラグを立てておいて、実は違うとか。今何で？いや、いや、エッジでシルバーライトが動きますみたいな話がないの？いや、慣れとくじゃん。まあ、あれだね。あとは、そうだね。まあ、松岡さんにも何かネタを、何か喋ってるネタを。もうこれといってやってないですよね。同じかよ。俺と同じか。今って何をやってるの？オフでってことですよね。オフでというか、喋れない仕事の話は除外して、あとは何をやってるんです今だと、MS 関係だったら、スフィアの、登壇とか。そうか、スフィアって自営して、その後なんか大きい話とかってあるんですか？ 自営後のリリースでってことですか？機能ついたみたいな。何か新しいトピックというか。自営後はね、ないですね、大きなあ、もないの。ですか。ただ、MS がというわけじゃないですけど、今週、先週か、先週、日本でスフィアを使った、SIR さん向けの製品が発売になりましたね。SIR 向けの、そういうプロトタイプではなくてってこと？いや、プロトタイプじゃなくて、製品と使って、して使っていただいて OK で、要はソフトウェアが、とか、なんていうんでしょう、導入支援みたいなのがない。要はハードウェアだけの販売の製品が出てますね。じゃあまあ、ああいう物だから、何にどう使われてるのかさっぱりわからんけど、何かプロダクションで採用されたって話かそうな。ですね。だからまだ時間軸は長いですよね。そのプロダクトといっても、その最終製品ではないと思うので、そういう位置づけだと。最終製品というと、その家電製品とか、そういうイメージじゃないそれはですか。今から始めて2、3年後の話みたいな話やね。だから、
そのまあ、今までもお試しはできましたけど、うんまあ、GA して商品として使っていいですよとなりましたと。うん、で、その後、日本で、パッと使える製品、むき出しの基板じゃなくて、うんうん、箱に入った。パッと使える製品がようやく手に入れられるようになりましたっていう感じなので、もうちょっと時間軸がかかるかな、みたいな。なるほどね。あと、あれは、ワイオターミナル。ワイオターミナル、ワイオターミナルですか、うん、ワイオターミナルね、ちょっとデリケートな話なんですけど。そうなの？だって、まんまじゃないですか。ワイオターミナルは、だいぶ今品薄ですっていう話です。品薄ですか。品薄。で、まだね、ソフトウェアの安定度がね、うん、欠けてるとこがあって、うん、で、ちょっと僕担当じゃないので、はいはい、というか、手が出せないんです。ああ、そうなんですか。僕自身はね。うんうん、と言いつつ、今この机の上にですね、うん、見えますかね。あ、お、見える。あるじゃないですか。見えますよ。こうデバッグ用にね、はい、ピンがね。いや、ボケボケだけど。あ、見えてきた、見えてきた。はいはいはい、はい。ってやって、見ることはしてるんですけど、はいはい、ちょっと手出したら怒られちゃうので。そうなの？あ、まあ深くは聞かないの。そうか。いや、なんかワイオターミナル発売されたとき、なんか結構ツイッターでも盛り上がってたんだけどさ、いかんいかん。もうなんかこれ以上デバイスを増やしても、ツンデバイスになってくからいかんとか思って、なんか手出さなかったのよ、今回。そう。だからそのハードだけ手に入れて、ソフトは自分で全部書くぜっていう方には、はい、かなりおすすめです。値段も安いし、うん、機能もいっぱいある。はいはいはい。で、買ってそのまま、ソフトよくわからんけど、うん、今あるものに乗っかろうっていう場合だと、うん、まあ、当然動きはしますけど、その何ヶ月、何日間か連続して動かすとか、はいはい、あ、ちょっとあれができない、これができないみたいなのは遭遇します。ああ、なるほどね。あれは時間広がってるわけ、まあ正直ね、このあたりね、中国と日本の、ね、ギャップを感じますね。ああ、なるほど。うん、製品に対するこう、うん、求めるこう信頼性というか、ああ、アップデートはどうなってるんですか、そのなんというか、そのファームウェアと言っていいのかどうか分からんけど、こう頻繁に更新はされてるんです、まあ、SDK と言ったらいいのか。更新してますし、オープンなので、うん、GitHub に上がってるので、はいはい、自分でビルドしたり、リクエストするリクエストできる。できる、うん、いや、そこの更新がこう滞ってんだとちょっと寂しいけど、まあ、進んでるならいいんじゃないですか。だって、ああ、っていう程度には僕は緩い方だけど。前向きですね。うん、そう。まあ、ESP32 かそうだからね、そうそう。ああ、ESP32 じゃないんですよね。あれ違うの？違うんです。リアルテックっていう、ネットワークでは割と有名ですよね。じゃあ何、ARM か何かってこと？メインの CPU と、うん、その無線モジュールが、と、まあ、機種とか載ってて、はいはいはい、まあ、コアはそのメインの CPU と、はい、無線モジュールなんですけど、で、コアは、マイクロチップのサムリーっていうのが載ってて、はいはい、まあ、それは ARM ですね。で、リアルテックの無線のとこは、コーテックス M の4と0が、はいはい、もうちょっと変わったやつが、数個は乗ってる。あ、そうなんだ。僕はあれ ESP32 だと思ってたわ。ではないですね。ああ。なるほど。そうですね。なので、ホビー向けで、その、枯れた資産、ESP のダブルルームみたいな、はいはい、がないので、うんうん、そこの出来次第みたいな。ああ、そうなのか。結構厳しい。まあなんか録画なしで話はできますけど聞いてもらう分には別にいいですよ。ちょっとセンター CLI の中身とはだいぶ違うなってます、ね、そうね、ネットネット動くやたかだと面白いかもしれないけどね。いや、移植したらいいんじゃないですか。
めっちゃ盛り上がりますよ、きっと。マジか。ちょっとね、なんとなくね、まさにリナックスカーネルかなと思っちゃうんですよね。最近の動向を見てると。リナックスカーネルにネットコアが、まあ。ネット MF、ネット MF というか、あれか、タイニー CLR か。あれを YO ターミナルに持っていくみたいな。は、ありだと思いますよ。ありがとうございます。ちょっとモチベーション的に上がらないんだよね。そこですよね。ちなみになんか、そういうのってどの辺でモチベーションが上がらないの？要するに単純にそのドットネットコアだったら、まあドットネットフレームワークに比べるとちょっとまだ劣るけど、ほぼあの全てのドットネットコアのそのプログラムが動くって話になるからいいって話なのか。結局その迷いどころ、この話はもうすぐにちなみに。迷いどころが、うん、その、組み込みでも、その Windows Embedded みたいな組み込みって言ってたこと、いやそうじゃなくて Arduino だみたいな、こう男はベアメタルだぜみたいな、いやちょっと男って言ったらちょっと差別になっちゃうから。なんて言えばいいんだ。ロマンはベアメタルかみたいな。っていうなんか違いがあると思うんですね、はい。で、僕が興味を持っていたのは、やっぱその OS レス。みたいなものではあったんです。ね、うん、ベアメタルね。で、一方で、その IoT だというか、まあ、ネットワークにつながるっていうのが、まあ、やっぱ最近多いので、うん、ネットワークスタック入れなきゃいけないじゃないですか。うん、はい。で、そのベアメタルにネットワークスタックどうやって入れるんだみたいなとこは、やっぱりその常に苦労として、背負ってた状態です。はい、はい、はい。で、一方で技術の進歩で、うん、あの、まあ、ソフィアもそうですけど、まあ、ソフィアで感じるところも多いんですけどね。あのワンチップで、2コアとか3コアとか入ってて、で今スフィアみたいにシュリンクすれば Linux カーネルが入っちゃうと、うんうん、言った時に果たしてそのまた時間が経てばね、多分より安くより小さくなってくると思うんですよ。今このタイミングで、そのネット MF みたいなのをやるのはそれは、なんか、なんだろう、正しいラインなのかどうかっていうのが。ああ、なるほどね。まあ、確かにね。まあ、なんか、こう、エンベレッド型から見ると、一番大きいのは、やっぱりなんか、外界と TCP/IP 通信をするか否かみたいな線引きは一つ大きいかなとは思うんだよね。うん、で、なんか、そういう Linux みたいな重量級の、そのカーネルを動かすか動かさないか、もし動かさないとどういう選択肢があるかみたいな話になるわけなんだけど、もう TCP/IP スタックなんか書くと、あの、穴だらけで、なんか、まともじゃなくなるから仕方なくて。なんかね、最近こういろいろ見てて感じるのは、その、まあ分かりやすいのがセキュリティなので、セキュリティって言っちゃいますけど、その、SSL TLS が正しく実装できるかみたいな、はいはいはい、と考えると、まあ、ちょっと無理だよねと思うわけです。うん、そうね。それだと、その既存のコードを使いたいよね。まあ、やっぱり Linux が良さそうだよねってなるんですよね。って言ったときに、いや、じゃあ Linux だと、じゃ あメモリいっぱい食うし、電気も食うし、みたいな話になったり、リアルタイムできないし、みたいな。って言ったときに、今だと2コアとか、うん、その、カーネル新しくビルドしてみたいな。うん、あとあれでしたっけ、フラッシュから実行とかもあるので。はいはい。って考えると、なんかこう、その辺がちょっとクロスしそうな感じがするんですよね。ああ、なるほどね。難しいな。なんか、まあ、Linux 場合だとあれかな、やっぱり。ファイルシステムの存在が大きいかなよ。なんか、カーネルだけ動いてもなかなか難しいじゃないですか。まあ、なんか、極小マシンで Linux っていうと、一番最初に思いつくのは、まあ、カーネルをいかにシュリンクするかとかいう話もあるけど、まあ、どっちかっていうと、ユーザーランドのプログラムをどれだけなんか、こう、シンプルにできるかみたいなので、ビジボックス使ったりとかするんだけど、結局、なんていうと、その、
安定して動くためにはこう電源をぶちて切って入れ直してもちゃんとまともに動くみたいなことを考え始めると、そのリードオンリーのファイルシステムが必須になって、うん、それを置いとく場所はどこになるのかみたいな話になって、でなんかフラッシュメモリでかいのが乗らないとなとかいろいろ考え始めると、なんかどどどどハードウェアごっつくなってくるんだよね。だ吹っ飛ばないのは単純にフラッシュからあの XIP で起動だと思うんですよね、うん、であとはそのラムがでかいやつがあんまりないので、うん、チップとして、うん、そうね、その辺ですよね。ラム消費しないように作られてないとみたいなところは、まあ MCU がでかいからな、まず大体。うん、でさっきのファイルシステムも当然あって、うん、マルチコアだとね、リアルタイム用のコアとか持ってたりするんですけど、それのプログラムはじゃあ一体どこに置くんだっていうので、うん、ファイルシステムに置いたら、ファイルシステムから、そうそうそう、そうなるでしょ。そうなんだよね。それデプロイの問題もあってさ、なんかそのパッケージングしてディスクイメージ作るのって、まあ、なんか今となってはだいぶ楽になったんじゃないかとは思うけど、でもなんかちゃんと正しく、なんていうの、レイアウトして動くようにするのって、まあ、一手間かかるかなと思ってるんだよね。なんか最近のマルチコアで多いのは、U ブートで指定して、ファイルシステムから一旦マッピングかけて動かすみたいなのが多くて、で、スフィアはなんかちょっと変わってて、多分その別の、プルトンっても別の、コアで処理してるっぽい感じですよね。だから、アプリケーション書く側は気にしなくていいみたいな。ファイル置いときは勝手にブートする。はいはい、はい、うん。そうなんだよね。まあ、その辺、ベアメタルになったら楽かというとそういうわけでもないんだけど、なんか追加のその、なんていうの、データファイルとかは、どうすんのか、そのなんか疑似的なファイル、小さいファイルシステムみたいなものにファイルとして置くのか、それともなんか、そのロム領域、ロムのそのコードセグメントの中に、なんかリードオンリーのデータとしてぶっ込むのかみたいなのでやったりするけど、まあ扱いがあれもなんかめんどくさいんでね。ベアメタルは完全に理解できるっていうとこだと思うんですけどね。完全市販というか。まあ、そうは言うけどな、みたいな。そうは言うけど、なんか、IP コアじゃないけどさ、その各種とか、そうなんかやる考えずに使うやろ、みたいな。結局対象が、小さいものだと思うんですよね。うん、安心して使える。で、先ほどのティシパピとか、うん、まあ、特に SSLTS なんかは、うん、それ、スクラッチで組むのってちょっと、うん、普通の人じゃないよって。だから、まあ、すごいぶっちゃけると、多分というか、もし僕がやろうと思うと、一番最初に、うわーとか思うのが、なんか、オープン SSL をベアメタル環境に持ってくって、もうちょっとその時点でもう、鼻血出るよねって感じがするんだよね。あれ。多いですよね。うん、そうそう。で、もうコードベースもでかいしさ。まあ、最近だったらエンベッド TLS 持ってく場合が多いですよね。ああ、うん。完成度はどうなんですか？わからないです。セキュリティ専門じゃないのでわからないですけど、うん。いや、完成度がある程度あって、独立、すごい、そのライブラリとしての独立性もすごい高いって話だったら、なんか、いや、それ使えばいいんじゃないかっていう話になるわけなんだけど。まあ、使われてるのは多い。うん。その求めるその強度みたいなとこに十分かっていうのはちょっと分からないですけど、うんうん、まあどうだろうな、まあ、そういう思いがあってですね、うん、そのまあ以前だったらなんかネットワークできなきゃちょっと TCP 喋れるようにしようできたみたいな喜びがあったけど、最近はあのセフィアのセキュリティの話がいっぱい頭の中に詰まってるから、いやーちょっと、これって果たして広めていいものなのかみたいな。ああ、うん。いいんですよ。動いて楽しいは、それはそれで楽しいので、ね、良いんです。なんか扱いやすくて堅牢な、
その、なんていうのかな、TCPI プロトコルスタックを凝集して、シンプルな、その、なんかシリアルインターフェースにしたようなものがあると、本当はいいんだけどなと思う。ESP じゃないですか。で、例えば、まあ、8266もあれだけど、ああいうような、なんか、極小のやつに、まあ、あれは Wi-Fi だけだけど、Wi-Fi で、その TCP 通信は、まあ、あの中でその提供されているライブラリできます。で、そういうエンベデッド TLS みたいなものを、なんか入れた上で、その、あの端子の TXD と RXD に、その、なんか、うまくシリアライズ、うまく簡単に高速に、フットプリント小さい形でシリアライズできるような、そういうプロトコルで、そういう TXD、RXD から入出力できる、あの TCP が IP のその制御、入出力できるみたいな、そういうような、なんかこう凝集されてても、あとはお前通信するだ、そこと通信するだけだし、プロトコルも簡単だわ、みたいな、なんかそんな風にカプセル化してくれるデバイスがあると非常に助かるなと思うんだけど、それだったらオフロードしてもいいかなと思うんだけど。プロトコルの絞り込みは必要ですよね。うん。じゃないと、まあ、結局自分でスタック乗せるのって多分考えますもんね。一番、僕は主に一番望ましいのは、なんだ、ソケット API を模した何かみたいな感じのものが出てくれるとありがたいなと思うけどね。なんか、例えばだけど、うん。現実的かどうかは全然わからん。今はパッと考えただけだけど、その GRPC で、そのソケット API とほぼ同じような顔をして入出力できますみたいな。なんかそういうシリアル化手順を踏めばいいですと。まあ、あとはもうなんかそのシリアル通信をつないでおくだけで、そのデバイスを自由にその TCPIP で喋らせることができますみたいなものがあるとすごい助かるなという気がする。まあ、現実はもうちょっと上にね、プロトコルが乗るんで、うん、例えば、MKTT とか。うん、MKTT? うん。MKTT は割と簡単な方ですけど。ああ、まあね。MKTT? 割とっきりがないですね。まあ、どれかサポートしてくれたらいいかなと思うけどね、そういう、なんていうの、あの小さい、シンプルなそのメッセージング用のプロトコルがあと1個追加で使えますみたいになってると。なかなか難しいですね、現実は。うん。だから OLT がそのパターンなんですよ。ああ。OLT が、通常の TCPIP と SSL の TCPIP が喋れるけど、プロトコルはご自身でっていうのは使えますね。あれは、だって、なんだっけ、EC、EC4 21の。あ、21だっけ、はい、うん。あれの問題じゃない。いやいやいや、あれはそういうわけでもないですけどね。あ、そうなんですか。あれの機能を使っているからだけど、機能、そこの部分を使わずに、うん、例えば PPP で投げるとか、うんうん、まあ、できなくはないです。あ、なんだろう、言いたかったのは、その、TCPIP のレベルだけオフロードしても、その、多分利用者側は満足できなくて、俺は MQTT だとか、俺はあれだ、俺はこれだ、みたいな。そうね、TCPIP。それが全部オフロードできれば最高だけど、うん、今のご時世で言うなら、なんか、その HTTP、HTTPS と、その MQTT と、あと、なんだろうな、なんかその辺ができたらいいんじゃないかね。うん、いやだって他にそう独自の何かでってあんまりないでしょ。 MQP ぐらいは考えられるかもしれんけど、うん、MS 絡みだと MQP ですかね。うん、まずパッと思うんだね。まあでもだいぶ助かる人いると思うけどね。MQTT と HTTPS が、いけます。しゃべれ、簡単な、その、なんで、要求で喋れますみたいな話になればね。
そういうのはね、ちょっと妄想はしてたんだけどね、もう。あの、いかんせん、もう僕はキャパオーバーだから、それ以上のことできないけど、ESP8266 とか、あとその ESP3 人とかで、なんかそういうの入れて、もし、なんかそういうのを喋るだけに専念してもらうみたいな感じにすれば、メインのその、なんか CPU は別にいて、で、そいつが、その、あの Wi-Fi の、あの、例えば ESP32 のモジュールとかと TFCD、RDXD だけで通信して、まあソケット通信もできるし、HTTPS もできますよみたいな感じにしとくと、すごい扱いが楽になっていいだろうなと思ってる。うん。それなんか IL2C に、あの、システムネット HTTP とか、じゃあ、HTTP クライアントとかもし移植するって話になったら、まあそういう方法が取れるといいだろうなと思ってた。うん。うん、まあ当然似たような、作りになってるものがまあいっぱいあって、うん、まあ今のそのバイオタミナみたいに、うん、通信モジュールとコア CPU が分かれてる場合は間通信しなきゃいけないんで、うん、まあでも統一みたいなのはないよね。うん、まあね。まあ、スリップみたいな、あの、だいぶ低レベルなインターフェースみたいな。スリップは分からんでしょ、今の人たち。スリップって何とかいう話になる。ググってください。こちらググってください。字は出てないが、みたいな。ちなみに、あの、あと8分ぐらいですけど、今日予定は。ああ、本当？ああ、本当やね。なんかすっかり鉄人が、なんか黙っているが。いや、一視聴者として楽しく聞かせていただいて。ああ、そうっすか。いや、なんか喋ってください。いや、盛り上がっとるなぁと。いや、あれですよ。松井さんが盛り上がってるんですよ。なんで？いや、いやーねなんだね、松井さんを焚きつければ、3時間ぐらい余裕で持つ。何を、なんかあの、一応ね、僕もね、あの人々が分かんない話をしてもしょうがないとは思ってるからね、一応。僕がなんか、あの、オフィシャルに喋るときには、一応なんか、あの、誰かに届く必要はあるだろうと思って喋ってるから。あれ、今、松井さんが伝えたようなものとかないんですか？今は。これは言っときたいわ。今はだからなんかいろいろやってるけどなんかまとまってないからその今まさに言った通りなんか人に喋るにはちょっとむちゃくちゃすぎてあの分かる人にしか分からんわみたいな話になっちゃうから喋らないだけでネタとしてはなくはないんだけどね。うん、まあでもじゃあ多分オンラインになるけどなんかセンターシリアルはねちょっとしばらくやってないんでねなんか、やれたらいいなと思うんですけど。そうっすね。何月ぐらいとか、なんかもし。そうだね。あんまり後ろに行くと、イメージが。なんか、ドットネットコアに被ってしまうから、じゃあコアじゃない、ドットネットコムに被ってしまうので。あ、ドットネットコムっていつでしたっけ？秋口、10月ぐらいじゃないかな。うん。多分それより前って感じですか？うん、そうそうそう。まあ、夏か。今、7月だから。まあでもオンラインだからね。8月か9月って感じですか。そうそうそう、そんな感じかな。8月か9月。8月か9月。今んとこまだ何にも、ノーアイディア、何も考えてない感じだけど。7月には登壇者を調整したい感じですかね。そうですね。あ、松井さん一人だったら全然。あのそんな僕が YouTuber でいつでもやれるって話いつでもなんか喋って勝手にあげりゃいい天の声が天の声がこう出てきます何天の声天の声がある手っていう人いますけどああ手っているね天の声怖いわ怖いツッコミが入ってくるぞそこはなんかシルバーライトのランタイムではこうだったんだからどうなってんだみたいな。だからそれ誰得やろ。え？誰も得しないって話。いやーシルバーライトのファンの人に得でしょう。なんかねピンポイントで恐縮なんですけど、
スペシャルアンカーとかはね、気にはなってる。え？何？アジュールのスペシャルアンカー。スペシャルアンカー？うん。それ何ですか？だよ。空間情報。空間を共通で持つみたいなやつですよね。部屋、部屋の座標から、オブジェクトの位置に設定して、うん、複数のデバイスとかから見ても同じ場所に 3D のオブジェクトがあるみたいな技術。いいですね、いいですね。なんか使い方とか実際に、なんか、なとこがなんか知りたいなと思うんですけどね。ああ。全くノータッチなので。はいはいはい。なるほど。空間アンカーとは何ですか？その辺はやってるよ。あ、やっ、お、な、お、いいっすね。てか、松田さん。消えた。え、何？動画、映像が消えましたよ。ああ、共有だったんですね。うん、そうそう、これのことかね。それそれ。あ、ほんほん。そうそうそう。これは結構使われるんじゃないかなと思ってるんですけどね。おう、どうなんですか、天の声さん。うん、まあ、使いどころはあるよねっていうのは思うところではあるけど、うん、ただ、なんだろうな、ものすごい細かい精度でって言われると、ちょっと若干辛いかなっていう。まあね、これって、その、どうやって位置を取るんですか？位置座標、絶対位置座標みたいなやつ。あ、空間認識してるんで、そこに対する絶対みたいな感じかな。確か。ホロレンズが前提ってこと？いや、スマホなんかもいけるんじゃない？ Unity とか iOS とかね。ああ。それって何？写真と GPS とか、Wi-Fi みたいなやつから現在地が分かるってことですか？写真？いや、何が元で現在地が分かるのかなと思って。ああ、ね、ホロレンズの方は空間認識だったのよ。あのスマホ。ポイントクラウドみたいなやつですよね。多分ね。そうそう。ポイントデータですよね。スマホはどうなんだろうな、ってのね。スマホも1あればいけんじゃないかな。スマホが画像みたいなやつで位置合わせるのかなと思って。合わせるというか、位置を割り出すというか。もうなんか、これ、もう。やめておこう。ディスはやめておこう。これ読んでても何ができるかわからんわ、みたいな感じな。でも確かになんか 3D のマインクラフトもこの辺使ってるんですよね、きっと。あのスマホでやれる。そうだね。はい。だから何回見ても同じ位置になきゃいけないだとか、他のデバイスから見ても同じ位置になきゃいけないとかやつだと、うん、こいつが出てくる。そうですよね。ってことはやっぱりスマホは、にはその 3D スキャンみたいなやつないだろうから。そうね。どうやってんだろうなと思って。なるほど。なんかちょっとやってみたいなという気はしているけど、全く見ていない。これって、何、その、なんかデバイスで認識した物体が、次の瞬間同じ物体だっていうのを認識するのは、どういう基準で認識してるんです？知ってたら。物体？うん。だからこれ、カメラかなんかで、まあ、ホロレンズかもしれないけど、撮って、で、なんか、例えば目の前に何か、ペンみたいなものがあったとして、そのペンが、次のスキャンの時にも同じペンを刺していて、それが要するに微妙に、例えば傾いたとか、そういうことを認識できるわけでしょ。だからそうすると、なんかこうカメラが追従す、カメラがガッて動いたときに、別のペンが同じカメラ内に現れたときに、そのペンとは別のペンだということがちゃんと認識できるっていうことを言いたいんじゃないかと思ったんだけど。いやいや、これ物体認識じゃないっすよ。何なんです？
あ、なんで、その、部屋の形とか、うん、そういうものから、うん、位置情報を作り出して、うん、ここに 3D のオブジェクトを置くことができる。その前半から中半までのことは、なんか僕が言いたいことと同じことのような気がする。だからペンに対して相対であったらってことだよね。うん、そうそうそう。あ、だからそのペンだけじゃない。ああ、いや、あの物体っていうのはあらゆるものを指しているつもりで言った。ああ。いや、なんかこれ、なんかデジタルアンカーを作成って今ここに書いてあるんだけど、作成、復元か何を意味するのかわかんないけど、なんかさ、なんでデジタルアンカーを作成したいのかっていうと、なんかそういうふうに、その同じ物体がそこにあったとしても、まあ、例えば2本の、こう。いやいや、その例は分かりにくいじゃない？だから、マイクラで、うん、あの、ここになんかブロック置いたやつが他の人でも同じ場所で見えるっていう。それにはなんか空間の絶対座標が必要で。うん。なんかその辺マイクラってバーチャルな話だよね。あの、何でしたっけ？なんか携帯でやれるやつあるじゃないですか、今。マイクラの 3D でしたっけ、はい、うん、あれ、同じ場所だって判断するのに、うん、絶対座標がいると思ってて、あ、うんうん、絶対座標を割り出すところが、なんかちょっとわからんなと思って。はい、絶対座標さえわかれば、うん、あの、カメラでこっち向きにこの場所見てるっていうのがわかれば、うん、絵を重ねられるじゃないですか。うんうん、それはまあ確かに、なんか2人の人は、ここに同じブロックがあるっていう、分かるようにできると思うね。うんうんうん、それはでも、なんかバーチャルに生成された物体のについての話だよね。だから。いや、その絶対位置に対して置けるんで。うん。ああ、うん、なんだけど、実際に物があるわけじゃないじゃないですか、そこに。物はないと思いますね。うん、はい、で、それだったら、それならば、あのまあ、もちろん、なんていうの、どうやって精度よく同じ場所に投影できるかみたいな課題はもちろん存在して、それも難しい話だと思うんだけど、なんだけど、それだけなんかなみたいなのは、だってそれってあれじゃないですか、僕らが初めてなんかホロレンズのデモを見たときに、あのマインクラフトでやってるデモを見たじゃないですか、まあ、あれでみんな、おお、すげえとか言ってたわけなんだけど、まあ、そこの部分はもう通過してるわけで、すごいのは分かるんだけど。いやいや、ホロだと、うん、自分の一台ので、うん、ガーって撮った、ポイントクラウドとマッピングしてるじゃないですか。うんうん、他の人と共有してるんですよね、これ。うんうん、そうね。うん、しかも、そのポイントクラウドが撮れないデバイスでもやれてるっぽいので。ああ、気になるんです。ああ、それはホローでできてた話とはちょっと違うんだろうなと思って。ああ、携帯でもできるってなると？ポイントクラウドって言ったのは、それはバーチャルじゃないじゃないですか。3D の測定データですよね。そうそうだよね。はい、うん、そう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 。なるほど。でも携帯で取れる情報ってもう本当にね、GPS とか、うん、あ、その 三軸とかね、うんうん。デバイス任せってことかね、やっぱりそこは。あとまあでも、ドックスのアンカーとか見てると、うん、複数の場所をスキャンしてくださいみたいなこと書いてあるから、あ、まあ、画像的なものを。ベースに割り出して画像でマッピングしてから、なんかそういう加速度とか IMU みたいなので追従するのかなみたいな感じがします、ね。なんかそんな感じっぽいね。うん。うん、あ、ほ、うん、そうだ。スキャンザルームとか書かれてるやつがどうしようかな。どうすればいい。あ、そっか。いいや。うん、これ見てた。これこれとは、ああ、メッセージが来たよ。勝井さんが開けないと見えないよ。え、ああ、俺画面共有してるから。よっしゃ、いいな。こう、
こう見えた？見えた、ね。あ、見えた。ああ。で、その下の方に行くと、ターゲットと部屋とかなんかそういうのが書かれてる。ターゲットと部屋。なんかこの、ゼロが。特徴。ああ。ああ。ターゲットと部屋。うん、この辺はね、ちょっと興味あるなと思いつつ、3D ものってなかなか大変じゃないですか、とっかかりが。うん、まあそうですね。でも、これって、きっとその、ね、そのデバイスとか、アプリケーション特化型じゃなくて、本当にプラットフォームなので、うん、なんか面白そうだなと思って。うん、ガンガンに 3D じゃなくてもね、これはなんか使いやすい。ですね。でも、単純に携帯で絶対作品を割り出したいみたいな、なんか共有したいみたいな、もうなった時に使えるんだろうなと思います、ね、うん。なるほど。やっぱりこれ、どこまで精度が出るかっていうのは、ちょっと試してないんで、あれ、わかんない。うん。だけど、携帯ではやってないんで。ああ、ホロでやってますか。うん。ホロではやった。ここは良さそうですよね。まあそういうものだからね、あれはね。うん、ね、新しい iPhone とか使えば空間も認識できるんじゃないかな。何でしたっけ、新しい iPhone でしたっけ、 iPad でしたっけ、なんかあるんですよね、空間の。 iPad、 うん、あるある、赤外線のやつね。うん、やっぱ既存の携帯でできるっていうのがなんかすごいなと思っちゃいますね。うん。そうね。いや、なんかこの辺、なんか聞きたいなと思って。誰が知ってたの？基本が出る。知りたいなって段階で自分でやるよって話になるんだけどね。あ、せや。ブーメランで帰ってくるやつ。スマホアプリでとか作らないからな。それもあるけどね。そうなんだよね。普段からさ、なんかユニティとかハンリアルとか触らないからな。まずそこに敷居があるんだよ。そうなんですけどね。え、なに、ユニティって C シャープ使えるのとか思ったしね。いつですか、それ。フォローやり始めたとき。ああ、そういうこと？ああ、ああ。フォローが触りたかっただけなんだけど、え、なんでユニティってってなって。ああ。何 C シャープなのびっくりって思ったけど、何これ、何コンパイラーがあれみたいな。コンパイラーものですって。うん、よくわからないぞっていう意味でね。うん、ちょっと本当に知りたかったことと違うところに。興味が。時間が取られちゃうみたいな。うん、そこにサマリンアプリの作成とかチュートリアルがあるんだな。そうですね。ああ。でも基本的にはスマホとホロですもんね。これって普通の PC でもできますよね、きっとね。やれると思う。ね、テクノロジー的には一緒ですもんね。カメラ、あ、センサーが何入れとかあるんですか。そうそうそう。物理的なもので精度は違うだろうな。そうね。加速のセンサーぐらいはないとまずいのかな。カメラだけじゃいかんのかしら。ああ、そうか。あれかな。サーフェイスならいいかもしれないね。うん。うん。すいません、なんか時間を超過しちゃいましたね、完全に。いや、まあいいんだけど。終わりがけになんか変なボールを投げてしまいました。まあ飲んでないけど飲み会みたいなもんなので。うん、じゃあどうしましょうね。ちょっと次回また一月後ぐらいに、はいはい。なんかちょっと、聞きたい内容とか言いたい内容とか、この人お願いできないかしらみたいなのとか持ち寄る感じにしますか。
そうですね。大丈夫ですか、なんかちょっと、盛り上がりにかける感じだけど。あ、いや、今ね、なんか、今日、画面共有切ったら、ちょっとだけ聞こえなかったんだけど。あ、そうですか。うん、画像切れてますよ、ちなみに。あ、切れてます？うん。いこうか。いや、一月後ぐらいに、はい、うんうん、ちょっともう一回やって、うん、ミーティングで、はいはい、で、喋りたい内容とか、聞きたい内容とか、この人にぜひお願いをしたいみたいな、はいはい、思ってくる感じで、いかがでしょうか。そうですね。はい、多分松井さんがそれまでにあのスペシャルアンカーを多分マスターしてるだろうから。僕がっすか。僕喋ることと違うんだけどそれ。今のうちになんか喋るネタを作り始めないといかんかみたいに考えてたんだけど。ちょっと気になるな。これいや、あの気になる勢いでぜひやってみてください。いそうだよね。まずはスマホ買うとこからですかね。なんか あのあれですかね、 PC でやる場合のデバイスってなんかあれじゃなんかあるないですかね、代わりに使える。 PC では今この例がないですね。あ、はい、ないんだ。まあでも UWP とかね、あのあれなら持ってるよ、あのリアルセンスなら持ってるから貸してあげてもいいよ。いや、ホロがある。ああ、そうか。まあ、そうやね。そうだ。ホロがあるけど、ホロね、首つかれるんでね。あ、まあ。ジジイみたいな話になってしまいますね。あれじゃない、そのホロでやれるのはわかるからさ、うん。スマホとかさ、やっぱその辺の。そうね。ちょっとスマホのデベロッパーにぜひご協力いただきたいところではありますよね、ここは。スマホのデベロッパー、誰がいるんだ、アンドロイドとかやらへんし。アンカーやってなかったっけ、なんか誰かアンカーやってたって見たことない。聞かない。スマホでやったみたいな。へえーと思って見てた。ほう。まあ、じゃあコラボしたい。はい。あ、また次回、ぜひ。考えるか。うん。じゃあ、今回はこんなところで。はい、そうですね。じゃあ、また次回やりましょうかね。はい。お疲れ様でした。お疲れ様です。